皆さんこんばんは。Hello? ガエルチャンネルです。ガエル・トレル。今日もレーニアナショナルスピードウェイ305スプリントダートオーバルレース、こちらをお届けします。30周の周回のレースで争われます。スプリットがですね、5つのスプリット、もう大盛況ですね。5つに分かれて真ん中のスプリットで参加してます。なので後方待機作戦はちょっと怖いなと思って、予選頑張って3番手ですね。さあここから、前の2台を抜いて独走でインシデントゼロで優勝してゴールが理想的なんですけど、どこまでいけるでしょうか。もうとにかくね、インシデントゼロ、これを目指したい。で今回あと 0.05 かな、SR3.0 に届くまでにもう一息なんですよね。ですのでインシデントゼロで終われたら、B クラスへの昇格条件となる、C の 3.0 を超えることができます。まあ、4.0 を目指すっていう、ファースト、ステップアップもあるんですけど、まあ、今シーズンの末まで待った方が、楽なんでですね、ちょっとタイヤを温めつつフォーメーションアップに参加していきたいと思います。そう、この、ね、いい位置取りを取るっていうのはあれですよ、こう争いたいわけじゃなくて安全のためですよ。安全のためインシデントゼロを取っていくために、ね、前の方で走りたいというシンプルな理由になります。さあセーフティカーがイン、ゴーゴーゴースタート。これはイン側有利なはずで、まだイン側これグリップ結構ありますね。これイン使っていった方が有利ですね。ただおー来てる来てる、危ない危ない、接触はしなかった。まだねタイヤが冷えてるんでちょっとグリップ悪いですね。これもね20周とか走ってると特に右リア、おーっと危ない、右リアの発熱がかなり高くて、7、80度になったりしますね。左のリアの発熱は5、60度だったかな、そこまで高くないです。やっぱり右側のリアタイヤが一番負担がかかるみたいですね。この前のジョシュアさん、これを抜いていきたい。結構ねライン取りとしてはベストな感じなんですけど、ジョシュアさん勢いがあるな。あ、すごい、前のライアンさんをパスしてジョシュアさんは3番手に上がってきましたね。このライアンさんをパスしたい。まずアウトが、ライアンさんちょっとミスっぽいな。これ、でもさあインをついていきましょう。おお、バッチリバッチリ、どうだ、 OKOK、 ちょっとアウトは残す必要ありますね。このペースでいけば、おっと、ヒットでも、抜かれたけどインシデントはゼロ、大丈夫、これは助かった。またライアンさんをパスできました。さあ今度は前のジョシュアさんだ。まずはねこのアウト側を使ってこのスピードを貯めといた方がいいのかなという雰囲気ですね。ジョシュアさんが結構イン寄りのラインを取ってたのでどっちが速いのかなと確認したいっていうのもありますね。ジョシュアさんもアウト側に切り替えましたね。これでなかなか追いつくのは難しくなるかな。もう本当にわずかな差がラップタイムで現れてきますからね。スピードは130から160キロぐらい出てるんですけど、そんなにスリップストリームは感じないですね。こう繰り返しレースしてくることによって、できるだけアウトを使うというのにも慣れてきましたね。やっぱりね後ろアウト側のコンクリートウォールを凝視してしまうとそこに突っ込んでいってしまうので、
見るべきはコーナーの脱出先、そしてストレートの先ですね。あ、なかなかやっぱりね、ミスしない限りそんなに差は変わらないですね。よっぽど上手い人だとじわじわ詰めていけるんでしょうけど、うん、でレースがちょうど半分ですね。おっと1台危ない、1台パスしました、うん、あれは順位には影響ないですね。さあ前はもう3秒先4秒先遥か彼方へ行ってしまったので、このレースはジョシュアさんを捉えられるかどうかですね、うん、ただね、こうあんまり慌ててですね、自ら墓穴を掘りたくはないと思うので、まだね大人作戦ですね、しばらく様子を見ることにします。この同じラインを取っててもどっちがアクセルワーク、ステアリングさばきがうまいかで微妙な差が出てきますので、うん、まずは後ろからじっくりとプレッシャーをかけていきたい。あ、ちょっと今スライド多かったような気がしますね、うん、かなりイン側から立ち上がりましたね。うん、さあレースは3分の2を消化。おー、結構アウトからバッチリ乗っていきましたね、あれはうまい、うん、でも徐々に詰めてきてるような気はしますね。もしかしたらスリップストリームが効いてるのかもしれないですね。うん、来ましたよ、アウト側を恐れず立ち上がっていく。さあこれ、うん、そろそろ次で24周目ですよね。そろそろね揺さぶりをかけていきたいところなんですよ、うん、もうだいぶ詰まったのでこれからはラインを変えていかないと。あっと、そして1台横転。え、何、ジョシュアさん今通り抜けなかった、投下しませんでした、ずるいな。なんとジョシュアさんは、まあ、多分ね車が空を跳ねて宙を舞ってるその下をくぐっていったと思うことにしましょう。また間が空いてしまいましたね。結構詰めたんですけどね、さっきもったいない。ただまだ残り4周ある。あ、今ので結構近づいたかな、うん、近づいて揺さぶっていきたい。揺さぶるっつっても、ね、奥歯ガタガタ言わしたるぞとかそういう揺さぶりじゃないですよ。ちゃんとジェントルにこういう風にイン側を通って揺さぶっていきましょう、うん、結構ね差ができてきましたね。でここはずっとイン行ってると速度落ちちゃうんで、メリハリ、ね、このメリっていうイン側ですねをついて、ここはハリっていうですねアウト側。あ、立ち上がり今悪いかな。さあファイナルアップ、ここでタイミングを半周ずらしました。さあ次インをつく、どうだ。勝った、勝ちました、勝ちました、表彰台です。いやー、花火が綺麗ですね。いやー、とても今日は綺麗に見えます。なぜならばインシデントゼロだったからです。いや、これで B クラス、緑色の B クラスですよに昇格できます。最後どうだったんですかね。ああ、今ここで旗振ってましたよね。どの角度がいいのかな。うん、これがファイナルラップ、うん、今ファイナルラップに入りました。でここでアウト側から攻めてって、で残り半周ですね。でここでインに入って、うん、ああ、なるほど。
うん、立ち上がりで、ブロックラインにちょうどなって、で後ろがアクセルを緩めてくれたので3位に上がりだと。いや、我ながら、作戦がはまりましたね。うん、はい、というわけでまたリプレイを再生しながらお別れしていきたいと思いますが、皆様の、視聴者の皆様のおかげでですね、でアトオーバルも B クラスに上がれる見込みです。もう とりあえず今シーズンは出るつもりはないんでですね、シーズン4が終わると B クラスに昇格できるという権利をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひですね、チャンネル登録や高評価などいただけますと今後の励みになりますので、よろしくお願いします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。ガエルチャンネルでした。